ワガナは14。全世界の人間ども、食べ尽くしてやる。ピューン。あー、鳥だ、鳥だ。電子レンジマン、久しぶりだ。もう3、4年は会ってないだろう。あんた、なんだっけな。確かタイガー電子レンジマンみたいな。またの名を電子レンジマンゾフィーとか言ったっけか。ああ、そうだ。俺は、電子レンジマンゾフィー。またの名を、タイガーレンジマンだ。お前の上司だけど、その辺わかってんのか。わかってますよ。いやー、すっかり誤解してました、今。でな、俺がなぜ今地球にはるばるやってきたかっていうと、あれなんだよ。謎の鳥が、宇宙会長、ユミヤードが地球を蹂躙しているという情報を掴んだので、宇宙から来たんだ。なんだって、俺たち全然そんな話聞いてねえぞ。電子レンジマン、でも、それ、ニュースになってたでいいよ。バンキシャでやってたでいい。マジか。なんで俺知らなかったんだじゃあ。だからお前はいつまで経っても地球に勤務しているわけだよ。バカだな、まったく。うるせえな。余計なお世話だ。というわけで、俺は宇宙会長、ユミヤードを倒すまで地球に居座るからよろしく頼むぜ。わかった。わかりましたよ。タイガーレンジマンさん。ああ。時を同じくして電子レンジシティに宇宙狂犬デスベロスが現れ、今まさに一匹の猫が襲われようとしていた。にゃおーん、うーはっはっ、にゃおーん、哀れ、猫はバラバラだ。にゃおーん、あんた何やってんのよ。こんなキモい真似するのやめなさいよ。にゃおー、モルナー拳法、大豆付きの術、ぬる、あ、何よこれ、キモいわマジで。ぬるぬるしてるじゃないの。あんた、何なのマジで。こういう生物は私苦手なのよ。じゃあね。あおー、あおー、あおー。ヘイヘイ、バケモン。このシリアルキラーマンが相手になってるぜ。あおー、あおー。仮面ライド、バタフライエフェクトマン。バタフライナイフ。あおー、ざまみろ。宇宙狂犬もこれでおしまいか。俺は満足だぜ。あおー、何、あおー、くそ、やられた。まずいですよ、タイガーレンジマンさん。さっきから家電ヒーローたちがみんなあいつにやられて、俺たちしか残っていないようです。まったく何なんだあいつは。あおー、にゃほーにゃほー。あんなのと戦うために俺は地球に来たんじゃねえぞマジで。お前から行けよ。あんたから行ってくださいよ。お前から行けって。早くあいつを倒さないと地球が大変なことになるって。ピヨー、え、ピヨー、あれは宇宙会長、ユミヤードだ。あ、そうか。ユミヤードは、自分の命を捨てて、あの獣、獣を倒そうとしたんだ。まったくもって、素晴らしい宇宙会長だ。宇宙会長と呼んでやるには、もったいないぜ。そうだな。我々は、ただ、この鳥みたいなやつの、冥福を祈るだけだ。